今年2月にまとめられたこの報告書女性の活躍を促進するための問題点や必要な施策についてまとめられています3月14日に開かれた男女共同参画会議ではその報告書の提言などについて説明議論しました男女共同参画社会基本法施行より13年が経ちます 政治、企業の管理職、研究者のいずれの分野でも、我が国は残念ながら依然として、女性に社会の活躍をいただくという面において、先進国では最低のレベルでございます。例えば、こんなデータがあります、報告書によると、管理職のポストについている女性の割合は、欧米諸国で3割から4割程度なのに対し、日本は1割程度。 男女共同参画の取り組みはまだまだ道半ばです逆に言えば女性が活躍する大きな伸びしろがあるということだと思いますとさらなる取り組みに意欲を見せる総理は1月の施政方針演説でも女性はこれからの日本の潜在力の最たるものです社会のあらゆる場面に女性が参加し その能力を発揮していただくことは、社会全体の多様性を高め、元気な日本を取り戻す重要な鍵です。まず、会より始めよ、今回の会議では、今後の取り組みとして、各省庁で女性国家公務員の採用促進を確認、目標は平成27年度末までに、女性比率を30%程度の割合まで引き上げること。 国の審議会などの女性委員を平成32年までに40から60%の範囲まで増加させること、さらに男性の育児休暇取得の促進などについても盛り込まれました働く女性、働く意欲のある女性にとっては、子ども・子育て新システムの具体化が待ち望まれていると思います。関連法